ばんは、FX の相場解説になります。今回のテーマは N 波動でしたよね。先週から今週に、こう移り変わった時に意識しだしたのが N 波動だったんですけども、その結果が今出ております。今ご覧いただいているのは朝の相場解説でお見せしたところなんですけども、これ4時間足ですね。この4時間足がどういう風になっていくかってことをちょっと太く書きますね。N 波動っていうのはどういうことかっていうと、こう入っていって一旦下がるんだけども、これが上に抜けていくよという形でね、これがあのアルファベットの N に見えるでしょ。これ N 波動って言うんですよ。これ4時間でお見せしましたけども、1時間の方も同じように解説いたしました。これ1時間ですね。 N 波動どういうことかっていうと、こういうふうに上がっていって調整が入るって言いましたよね。で、調整が入った後、これが今度はね、買いの勢力が強くなって売りの勢力がなくなりますので、こういうふうに抜けていくんですよね。で、初心者の方は、ここ、ね、この高値を超えてから入ることをお勧めします。これを確認して、N を確認して入ることですよ。上級者の方は、こちら、押し目が入ったところで、なるべく早めに入るということですよね。そうすると、大きく取れるよってことなんですけども。さあ、では、これが今朝のなんですけども、ただいま、20時35分の4時間足どうでしょうか。これですね。もう変化が見て取れますよね。ぐーっといって今朝まではここでした。その後どうなってるかっていうと、4時間はきっちりと N を書いてますよね。ですんで、初心者の方はこちらを超えることを確認してね、入っていただければ、例えば109円の720あたりでエントリーして、今ね、15ピップスほど取れて、エグジットできたと思います。で、上級者の方は、陰線がですね、陽線に変わったところで入りますんで、多分570とかで入れると思いますよ、切り板だったら。ここね。570とかで入れると思いますから、そしたらまあ30ピップスとか取れてるわけなんですよ。だからこの N 波動っていうのはものすごく取りやすいっていうかね、もうパターンですから。これは逃さないようにしてください。特に私がこういうふうに解説して、なんですかね、仮説を立ててるわけですよ。N しか言ってないですかね、今回。N だけしか言ってないんで、N 波動で取らないともったいないですよ。はい。ではですね、1時間の方を見てみましょう。20時35分の1時間なんですけども、どう N ができてるかっていうと、こういうふうに下から上がってきましたよね。ふわーっと。あ、なんか変な形になっちゃってすいません。変な形になっちゃってすいません。こういうふうにふわーっと上がってきて、ここで押し目を作って、で、どこで入るかっていうと、初心者の方はここで入ってください。初心者の方はね、ここから入れば OK です。で、そこそこできた方はここで、なんですかね、押し目ができたのを確認した後、この辺で入ればいいんじゃないですかね。そうすると、結構こう30ピップスぐらい取れてるよって形でございます。今回の N 波動良かったですね。ちょっとこれはね、これは取れたと思いますよ。取れてくださいよ。こういうふうに今4時間、1時間でなってます。で、この今、形成中のチャートバーがですね、ちょっと大きくしますよ。チャートバーが、陰線で出てますよね。で、その前の陽線が大きな上髭を出してますから、ここで止まったんじゃなかろうかって判断をして、109円の879、今ね、この今の価格ですけど、ここでエグジットして利確するのが望ましいかと思います。もちろん、この後どんどん上に伸びる可能性もありますから、まあそれはね、深夜に期待するよりも、明日また考えましょう。それでは本日は以上です。